はい、こんにちは、木下敦夫です。12月になりました。寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。12月になるとですね、1年を振り返ってみようというような時期になるんですけれども、皆さんはどういう1年を今年は過ごされたでしょうか。僕にとっては横浜、そして尾道に写真学校を作ると宣言をして約2年が経ちました。鳩場の写真合宿を通してたくさんの人たちと出会い、そしてワークショップ、それからあと個別の教室なんかを通してたくさんの方々にお越しをいただきまして、より一層横浜、そして尾道が近くなったと感じています。来年はより一層そこが具体的なものになっていくように、僕も横浜に行く機会、そして尾道に行く機会をたくさん取っていこうと思っています。来年の目標はまた来年ねお話ししますけれども、港に学校を作っていこうということで、僕の目標としては長崎に、上陸をしたいと、思っています。一度自分がやりたいと思ったこととか、自分が夢に描いたことっていうのは、言葉にしてみるということはすごく大事なことだと思います。できるかできないかというよりは、まず行動から言葉にしてみる、このことを僕は実践をしています。言葉にすると、そこに共感してくれる人たちが集まってきます。そして困難にぶち当たった時に諦めないこと、諦めると自分が言葉にしたことはそこで終わってしまいます。諦めずにやり続けること、そうすると時間が解決してくれる、そしてさらに協力者が現れる、そういうことが起こってきます。なので、まず言葉にして宣言してみる、そういうところからスタートしてみましょう。それでは2016年1月度の課題です。特別お題として日だまりを用意してみました。日だまりは光だまりといって、猫が日だまりにいたりとかですね、あったかいのでその日だまりにはいるわけですけども、あったかさだけでなくて、そこには光が存在します。なので日だまりを探してみて、日だまりというのはいい光があるということでですね、日だまりを見つけて、何か撮影してみてください。色の課題、みかん色、そしてセピア、この2つを用意してみました。みかん色がどういう色なのか一度調べてみてください。みかんの色なのか、それともまた別の色なのか、調べてみてください。セピア、カメラの中にもセピアという設定がこうあるんですけれども、そういうセピアという設定を使って撮るということよりはセピア色を探してみる、そういうふうな色探しをしてみてください。季節の課題、年越しの風景、セイヤ、冬の夜空、お正月の風景ということで、12月そして1月の頭までかけて撮れる課題を用意してみました。花の課題、今回は凍っている草花を探してみてください。だんだん色のない、季節になってきましたけれども、今回は凍っているものですね。家の近くでもいいですし、思いっきり寒い時にですね、外に出て凍っている植物を探してみてください。食材の課題、お正月らしくお餅、そしてクリスマスらしく生クリームを用意してみました。出会う機会は多いと思いますので、探して撮ってみてください。形の課題、メガネ型です。メガネ型、そして木目、この2つを用意してみました。形のないものの課題、後悔をイメージしたもの、割とネガティブな表現です。そのもの、後悔したそのものを撮るというよりは、後悔というものをイメージしたものを捉えてみる、一つ想像してみてそれを捉えてみる、それからあとネガティブな表現ですので、暖色系というよりは寒色系を選んでみるとかですね、それからあとモノクロにしてみる、もしくは彩度を落としてみるなどなどしながら、この気持ちみたいなもの、形のないもの、こういうものを捉えてみてください。お散歩の課題、壁のシミ、壁の汚れ、お散歩しながらこの2つを探してみてください。屋内スナップの課題、石油ストーブのある風景、毎年ねこの課題は出てきます。今石油ストーブってなかなかないかもしれません。普通の石油ストーブというよりも昔からあるね、ちょっと古い石油ストーブなんかがあると絵になると思います。それとコーヒーカップ、この2つをチャレンジしてみてください。目線の課題、マクロ撮影、
ということで、ぐっと目線を寄せてみる、ディテールに迫っていく、そういう撮り方をしてみてください。マクロレンズをつける以外に、虫眼鏡をですねレンズの前につけてみる、そのことによってクローズアップレンズ代わりになりますし、クローズアップレンズをつけていただいても構いません。それからあとコンパクトカメラ、スマートフォンなんかのマクロ機能を利用してみるのもいいでしょう。露出の課題、今回はコントラストに注目をしてみました。絞り、シャッター速度、ISO感度だけではないんですけども、コントラストの高い写真を露出を使ってもらってもいいですし、それからあとコントラストの高い被写体、日当たりのいい場所と日当たりの悪い場所、そういうところを探してみるとかですね、コントラストの高い写真を見つけてみてください。フィルターの課題、レンズの前にビニール袋をかけてちょっとソフトフォーカス効果などを狙ってみてください。もしくは色のついた青いビニール袋とかですね、それから半透明なもの、そういうものも一度レンズの前にこうかぶせてみて、そこから見える世界、自作の、ソフトフィルターのようなもの、そういうもので今回フィルターの効果を試してみてください。それではまた12月1月と皆様にはお会いしましょう。では。